鉄線講師、鉄線講師は、最有機などに登場する宝貝である奥義、馬所線を持ったキャラクターである。日本では、羅刹女の名前で知られているが、中国では、羅刹女は、女の羅刹天を指す普通名詞であるため、この名前で呼ばれる。原曲の雑劇、要経験、妖刀来先生批評最有機では、鉄線講師は、鉄線師という名の鉄線を持ち、目掛け身。 鉄線公主これやの風部下疎しただし、絶風人皆俗話が手のひらンタめ大使とも応募賞、総半客天宮在庫の鉄佐山居住とされ、天の風の神で、聖王母と争い、鉄佐山に降りたという。大田達夫による、牧中受限会と最有機雑撃の研究によれば、鉄線公主は大きな鉄線で雨を降らしていたという。 また、小尺真空砲艦での最有機のエピソードが、未陽性は機械地未成群羅説女鉄センス、高架観路ルサが暮れない外事自,自由夫人となって、いるなどから鉄戦士と、鉄戦公主が夫婦である説話があったと推測している。なお、太田達夫は、最有機の研究 ISBN4 から876360448で、暮れない外事の母は、小尺真空砲艦。 僕通次元会から推測される元本最有機では、自由婦人であり、羅刹女の子ではないとの説を唱えている。火炎山より、西南2 5五百里もの先にある水雲山、馬小道に住み、火炎山の燃え盛る炎を消すことができる秘宝、馬小船を持つ地仙羅刹女は、鉄船講師とも呼ばれている。羅列女は、牛魔王の妻であるが、 牛魔王が愛人の玉面講師を作って、馬衝堂へ帰ってこないため、不機嫌を募らせていたところに、孫悟空が馬衝堂を訪ね、火炎山の炎を消すために、馬衝船を借りたいと頼み込む。ところが、鉄線講師にとって、孫悟空は息子である紅外事の仇であるため、彼女は劣火のごとく怒り狂って、追い返そうと二振りの聖法の封建を持って襲いかかる。 二人は遊国まで一気打ちを続けるも、形勢不利と見た、鉄線公主が、馬小戦で悟空を仰ぎ吹き飛ばしてしまう。悟空が一晩かかって吹き飛ばされた先は、かつて気風大王の剣で世話になった、霊吉菩薩の住む小趣味さんであった。悟空から事情を聞いた、霊吉菩薩は冬沈めの飛躍、低風丹を彼に与える。再び、馬小道にとって返した悟空は昨日と同じように、 鉄線講師を呼び出し、両者は再び一気打ちを始める。やがてひるんだ彼女は、馬小戦で悟空を仰ぐが、少しも飛ばされる気配がない。せせら笑う悟空を気味悪がった講師は、馬小道に逃げ帰り、固く、扉を閉めてしまった。疲れて、喉に渇きを覚えた彼女は、次女に命じて、茶を持ってこさせる。ところが、孫悟空が一匹の虫に化けてお茶に飛び込み、 そうとは知らずにお茶を飲んだ。鉄線公主の胃の中で暴れ回ったため鉄線公主は腹痛に苦しみ、ついに溜まりかねて、孫悟空に馬小船を渡すと約束するが、その馬小船は偽物であった。早速悟空はそれをもって火炎山に向かうが、偽物であったため逆に火の勢いは強まり、全身に炎を浴びるまたの毛まで焦げてしまう。方法の体で引き返してきた彼の前に、 火炎さんの土地神が現れ、公主の夫の牛魔王に頼むよう進める。しかし悟空が、牛魔王を訪ねる途中、玉面公主と偶然いざこざを起こしてしまったため、俺の妻や妾に無礼を働くとはと、牛魔王とも交渉決裂となってしまった。この後、彼らの間で、場所戦をめぐって、化け比べや騙し合いなど、数々の戦いや駆け引きが繰り広げられる。やがて、 なた大使たち伝承の火星もあって、牛魔王が捕らえられたので、鉄線講師も観念して、悟空に本物の場商船を渡し、自らも正しい道に入るべく修行を積むために地上を去った。五歳有機では、羅刹女は緑雲山で仙人となり、羅刹帰国では、羅刹戦として、羅刹暗宮に祀られている。最遊機の後日誕の一つ、南遊ぶ木、第十二回では、 法王王さ山に住む玉冠聖母の娘で主要キャラクター加工に負けて13回で妻となる。最遊記の中でもこのエピソードは人気が高く、中国では1941年にこのエピソードを元にしたアニメーション映画、最遊記鉄線公主の巻が制作されているほか、1966年には香港で映画、鉄線公主が作られている。ありがとうございます。